はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キーちゃんでございます。今日はですね、突然なんですけども、皆さんコロナ太りは気にされてますでしょうか？私は一応気にはして、そのプロテインを始めたとか動画でサブチャンネル出したりとかるんですけど、タンパク質をさ、すごい摂取するとか、もう同時に免疫力を下げちゃいけないなと思いまして、免疫力の低下を意識するやつとかを見て、どんな人が当てはまるかをね、ちょっと調べたんだけど、無理なね、絶食をしてるとか、朝食を食べないとか、炭水化物とかを抜くとか、単品ダイエットをするとか、激しい運動をしている、水を大量に飲む、運動はせず食事制限のみ、これ当てはまっちゃうよね。食事制限はそんなしてないけどね。でもね、カロリーは気にするけど栄養は気にしない、ほとんど当てはまるよね。で、その免疫力の低下のサインってものも出てきて、なんだか疲れやすい、寝ても疲れが抜けない、下痢便秘になりやすい、風邪をひきやすくなった、手足お腹の冷え、手荒れや口内炎が気になるっていうのが免疫力の低下のサインだそうで、低下をさせないような方法としては、まあ、体温を上げる。私は毎日だいたいお風呂に浸かってるので、これは大丈夫なのね。腸内環境を整える、今すごい流行ってる腸の中ってことも含めてだよね。まあ、どうなんだろうね。一応ヨーグルトとか、あとプロテインを飲み始めて、なんか栄養素をすごい体に入ってきた気がするので、まあ、それはいいかなとは思ってるんだけど、あと栄養のバランスを考える、野菜、魚、肉、いろいろだよね。で、睡眠はしっかり。睡眠はしっかり取れてるかな？でも、眠りが浅かったりするとか。筋肉量を維持する。いや、筋肉量の維持はできてないだろうね。ダイエットは楽しく続ける。まあ、ダイエットというより、私はこう、タンパク質摂取の方を今気にしていて、なので、ちょっとプロテインを飲み始めたところはあるんですけども、でもそれだけではダメかなぁと思って、って思ったところに、こちらをご紹介になるんですけども、こちらの、サプリメントのご紹介をさせていただきます。サプリメントって、確かに、こう、あんまりね、サプリメントからちょっと摂取するのはどうよっていうさ、とかあるだろうけど、あくまでも栄養補助食品として、まあプロテインとかもそうじゃん。プロテインをどっかで、まあ置き換えとか運動の後に補給するという感覚でも、私はいいのかなって、ちょっとサプリメントも取ったりもする方なので、今回このね、お話をいただいて、ちょっとご紹介になるんですけども、で、一つ一つ紹介をしていきます。こちらの商品はイコリスさんという会社さんの、サプリメント、たくさんあるんですけど3つご紹介今回させていただくんですけども、こちらです。うるおい生酵素と言います。これは1日1粒でいいんですけども、7種の穀物麹を取ることで、内側からスッキリさせる効果、80種類の、野草酵素が入ってます。7種類の、穀物麹というのは、3億個の乳酸菌と、食物繊維、そして昆布茶と、コエンザイム9点が入ってるそうです。80種類の野草酵素の方には、11種類のマルチビタミン、そしてコラーゲン、プラセンタ、ヒアルロン酸が含まれてるサプリメントなんだそうです。この酵素というのは、体に欠かせないエネルギー源となっております。どうしても年齢とともにこう低下をしていってしまうものなので、このサプリメントで補うってことでございます。で、80種類以上の、厳選したね、食材から、一粒にしたサプリメントなんだそうです。こう文字だけ言ってるだけだと、すごくね、体に良さそうな感じですよね。ちょっとこれ開けてみて、大きさとかを見てみたいと思います。一粒がこんな感じ。
見えるかな。こんな感じなんですよ。こんな小さい粒を一つ飲めばそういう先ほどの効果があるもの、栄養がすごくいっぱい入ってるサプリメントになります。イコリスさんのサプリメントはだいたい980円ぐらいで売ってますので、すごくお安いサプリメントなんですけど、まあ、こちらは女性にすごい嬉しい成分がたくさん入っておりまして、青パパイヤとか、青パパイヤはね、乱れがちな食習慣のをサポートしてくれる作用が入っているもので、脂質や糖質を分解する酵素も、含まれているそうですね。昆布茶っていう成分が、酵素とポリフェノール、アミノ酸などの健康に欠かせない成分が入ってます。22種の乳酸菌、食物繊維が入ってますね。一粒に22種3億個の乳酸菌を取ることによって毎日スッキリするっていうことですね。お通じにもいいってことですね。やっぱり、ヒアルロン酸、プラセンタ、コラーゲン、これはもう女性には欠かせない成分ですよね。はい、こういうのもね、補ってそのコロナ太りとかの解消にもなるサプリメントなんじゃないかなと思います。補酵素っていうのがあるんですけど、それを、補酵素を活かすために必要なのがコエンザイム Q10 ということで、そのコエンザイム Q10 も入ってます。今言った成分が一つに入っていて、でこんなね、小さい粒を一つ飲むだけでいいってことはさ、続けやすいですよね。これを機に始めてみるきっかけにもなるんじゃないかなと思う、こちらのサプリメントになります。はい、そして次なんですけど、こちらになりますね。プラセンタロイヤルゼリーというサプリメントでございます。こちらはね、1日2粒で、1日31円という安さですね。50倍濃縮されたサプリメントでございます。2粒に 11,000mg 配合されてるそうですね。で、体に必要なビタミン B2 が入っております。習慣的にね、こちらのサプリを取り入れることで美容と健康をサポートしてくれるサプリメントになっております。こちらは7種の美容成分が入ってまして、ビタミン C とロイヤルゼリー、プリテオグリカンっていう成分がですね、コラーゲンなどの間を埋めるもので、潤いや張りを保ってくれる成分だそうで、トコトリエノールっていう成分は、強い健康パワーを持つ栄養素だそうで、スーパービタミン E とも言われている成分だそうです。エラスチンという、コラーゲンをサポートするタンパク質が入っていて、7種のそれが美容成分というものになります。ギュギュッとした濃縮したものが一つになってるみたいですね。はい、そしてこちらもね、また開けていきます。はい、こちらもですね、先ほどと同じような、こんな小さい粒を、これを、2粒ね、取ることによって今のような7種の美容成分の入った、ものになります。それがね、習慣的に取っていれば、まあ綺麗になりますよとか、そういう感じのものですね。特に女性におすすめなサプリメントになっております。ビタミン B2 っていうのがね、すごくビタミンは体にいいって言いますからね、積極的に摂取するといいと思います。そして最後になるんですけど、これはちょっと私は取った方がいいんじゃないかなって思うものなんですけど、こちらでございます。ネムの花っていうサプリメントでございます。で、こちらはですね、忙しいあなたを優しくサポートするサプリメントでございまして、1日ね、こちらも一粒摂取なんですけども、毎日ね、ゆったり過ごしたい方におすすめなサプリで、例えばですね、もっと体をいたわりたいとか、
長時間頑張りたい人、朝からシャキッとしたい人、多忙な毎日を過ごしている方に、そんな人におすすめなサプリメントになっております。4種のね、休息アミノ酸が配合されております。まずギャバですね。ギャバは休息アミノ酸っていうものが配合されてます。グリシンという成分が張りのある毎日をサポートするアミノ酸だそうで、心地よく理想的なコンディションに導いてくれる成分だそうで、L トルプトファンっていう成分は、体内では作れない必須アミノ酸が配合されてて、脳内セロトニンの分泌をサポートしてくれるそうですね。エルテアニンという、緑茶にね、含まれたアミノ酸だそうで、体をいたわりたあなたをサポートしてくれるっていう4つの休息アミノ酸が配合されております。で、こちらも31粒で、まあ、1ヶ月分となっております。他にもね、こだわりの成分がたっぷり入ってあります。こちらにちょっと載ってるんですけども。はい、その成分も含まれております。これもね、まだまだこう、摂取すると得なのかなっていう成分ばっかり入ってまして、ギャバをね、有用量配合しております。アミノ酸と天然ハーブを、贅沢に12種のいたわり成分が入ってまして、匂わなく飲みやすいソフトカプセルになってます。多分また開けると先ほどの2つと同じぐらいのものだと思うんですけども。こちらもこんな感じで小さい、なんか前の2つより より小さい感じの大きさっぽいんですけども、これを一粒飲むことによって忙しい方にこうサポートをしてくれるサプリメントになっております。はい、そういったわけで今回この3袋のサプリメントをご紹介させていただきました。と言っても、あくまでもサプリメントは栄養補助食品の方に入るので、まあこれだけを飲むとか、これと他になんかこう絶食とかはやめてほしいですね。あくまでもね、こう基本的な食事にプラスこれを取っていただきたいと思います。皆さんはこの3点でどれが気になりましたかね？私的には一番このサプリメントがなんかいいのかなっていう感じがしたんですが、これはさ、生酵素って書かれてるし、今のこの生活には欠かせないんじゃないかなっていう感じはしました。でもこの2つも、これは美容にいいし、このプラセンタは。で、これもね、忙しい方にはおすすめなんで、これ全部おすすめですけど、まあ私的にはこれが一番気になりましたが、皆さんはどれが気になるでしょうか。ここの会社さんのサプリメントは1ヶ月分980円ぐらいのものが多いと思いますので、この3つのサプリメント以外にも他にもありますので、よかったらね、チェックをしてみてください。そしてこのいつまで続くかわからないそのコロナ生活でね、少しでもね、こう、私みたいにプロテインを摂取とか、こういう風に、サプリメントを摂取してみるのも一つの手だと思いますので、こちらはね、お安くって手に入れやすくって、始めるきっかけにもなりそうなので、よかったらこのサプリメントをお試ししてほしいと思います。最後まで見てくださった方、ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。こちらのチャンネルではね、美容中心なチャンネルになっております。こういう風に提供動画もそうなんですけど、基本的には、美容に関することをね、あげるチャンネルになっております。で、それ以外のライフスタイルチャンネルでは、こう Vlog とか、まあお菓子食べてるとことか、なんか美容以外なことをあげてるチャンネルもやってまして、2つのね、チャンネルをやっておりますので、よかったら両方のチャンネル登録をよろしくお願いします。下の概要欄の方には、そう、チャンネル登録、SNS 等の登録とかが全部一緒になったリンクが貼っておりますので、よかったらね、そこから SNS の登録とか、
いろんなね、ものの登録をしてほしいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。サプリメントのご提供で紹介させていただきました。このコロナを乗り切るための一個としてサプリメントのねを取ってみるのもね手だと思いますので、よかったらね参考にしてみてください。バイバーイ。